グレミオに所属するブラジル人 FWA ベルトン・ガウディーノ27が FC 東京に加入することになるようだ。写真、東京都のシルエットパターンを配置した FC 東京の2024シーズン用ユニフォーム。ガウディーノは、ヴィラノバやトンベンセ、ポンチプレッタ、フィゲイレンセとブラジル国内でプレー。2023年1月にレンタル移籍でグレミオに加入した。 右ウイングを主戦場に、左ウイングや中央でもプレーが可能なガウディーノは、2023シーズンのカンピオナート・ブラジレーロ・セリエアー、ブラジル一部、では28試合に出場し、6ゴール2アシストを記録。今シーズンもここまで12試合に出場し、コパリ・ベルタドーレスでも6試合に出場し、1ゴールを記録している。今シーズンから移籍金150万ブラジルレアル、約4100万円。 でグレミオに完全移籍加入し、3年契約を結んでいるというガウディーノ。ブラジル、コレイオド・ポボ、コレイオ・ドゥ・ポボの報道によると、グレミオは選手を売却する必要がある状況で、今年中に1200万ユーロ、約20億円、お手にしなければいけない状況だという。その中で、ガウディーノも売却候補に浮上。 ブラジル、ラジオ・バンデイランツでグレミオを担当するカリエウドルネレス氏によると、その移籍先は FC 東京になるとのことだ。契約期間を含めて、移籍金は約840万である、約2億3000万円程度になる見込み。交渉中ではあるが、近日中に FC 東京が契約をすることになるという。なお、契約期間は3年間になるとのことだ。FC 東京は、 現在7位で中断期間を迎えているが、チームとしては調子がなかなか上がらない状況。加えて、MF 松木生が海外移籍することとなっており、攻撃のカードを獲得したいところだ。